短期執行された死刑囚15人。タクマ守、小学校に出刃包丁を持って侵入し、次々に襲いかかり、15分間で8人を殺害し、15人に重軽傷を負わせた。タクマは元妻との復縁が叶わず、生活にも行き詰まったことなどから自暴自棄になり、大量殺人を起こせば元妻が自分と知り合ったことを後悔するだろうという考えになり、小さい頃に憧れて同時に疎ましくも思っていた附属池田小の児童の無差別殺人を計画した。初公判で拓磨は口笛を吹きながら入廷し、被害者遺族に対して、わしみたいな人間に家が安定した裕福な子供でもわずか5分10分で殺される不条理さを世の中に分からせたかったなどと暴言を繰り返した。最終的に求刑通り死刑判決が言い渡され、退廷直前傍聴席に対して、お前らのガキ8人分の命はわし一人を殺して終わり程度の価値やったんやぞなどと罵った。この判決に対して弁護側は控訴したが、タクマは控訴しても結論は同じやなどと述べ、自ら控訴を取り下げ刑が確定した。刑の確定後、タクマは支援者の女性と獄中結婚し、吉岡に改姓した。執行当日は朝食は許されなかったが、執行直前に受け取ったタバコとリンゴジュースをゆっくり味わうと、ありがとうって僕が言ってたって伝えてくださいと妻に対する言葉を刑務官に言い残し、刑が執行された。加賀山良二。ホームレス生活をしていた加賀山は、同じホームレスの仲間と共謀して自転車に乗った若い女性のバッグを強奪。それを目撃して取り押さえようとした男性の足をナイフで刺し重傷を負わせ、バッグを取り返そうとしてきた女性もナイフで複数回刺し殺害した。それから約7年半後、大阪にある商業ビルのトイレに潜み、入ってきた男性に金を出せと脅したが応じなかったため、ナイフで刺し殺害した。犯行から1週間後、加賀山は警察に出頭したが、後に判明した1件目の殺人を自供しなかったことから自首は無効とされた。裁判で加賀山は殺そうとは思っていなかったと述べ、弁護側はいずれの事件も無我夢中で振るった刃物が当たった、当時は正常な判断能力を欠いていたと、重くても無期懲役が相当と主張した。しかし金品を奪っていることから責任能力が認定され、証拠りもなく犯罪を繰り返していて犯罪傾向は根深く構成の可能性は乏しいとして、求刑通り死刑判決が言い渡された。そして刑の確定から約1年4ヶ月後、再審請求の準備を始めていたところで加賀山の刑が執行された。浜崎勝二。仲間一人と共謀してファミレス内で暴力団員二人を拳銃で射殺。その後逃亡していたが、共犯者はすぐに逮捕され、浜崎は犯行の約2年後に逮捕された。浜崎らは被害男性が所属する暴力団から慰謝料として金銭を要求されており、要求に屈すればヤクザとしてのメンツが潰されると思い犯行に及んだ。裁判で浜崎は起訴内容を認め、弁護側は不当な現金要求を繰り返した被害者にも落ち度があったと主張し、死刑回避を求めた。最終的に喧嘩を仕掛けられたから相手を皆殺しにするという暴力団特有の動機に酌量の余地はない、一般人が巻き添えとなる可能性が高かった危険な犯行で、反省の態度を考慮しても死刑判決はやむを得ないとして、求刑通り死刑判決が言い渡された。この判決に対して浜崎は控訴上告するが、判決が覆ることはなく、刑の確定から約1年4ヶ月後、浜崎の刑が執行された。高塩正宏。パチンコなどによる借金で生活が困窮し、以前仕事で訪れたことのあった資産家宅への強盗を計画。帽子とマスクで変装し家に押し入ったが、高塩さんでしょうと正体を見破られたため、家にいた女性2人をナイフで刺し殺害した後に5万円を奪い逃走した。裁判で高塩は極刑を望む、被害者に毎日手を合わせることしかできませんと述べ、弁護側は強盗計画には殺人は含まれておらず偶発的な犯行だったと減刑を求めた。一審では犯行に計画性はなく構成の可能性がないとは言えないとして、死刑求刑に対して無期懲役が言い渡された。しかし控訴審になると、一審判決は事実誤認とした上で、犯行後冷静に室内を物色するなど事前に殺害を想定していたとして死刑判決が言い渡された。この判決に対して高塩は、事実と違うが自分が二人を殺してしまったことは事実で死刑が当然だと思うと述べ、刑の確定から約1年10ヶ月後、高塩の刑が執行された。
川崎正則、妻の姉の自宅に侵入し、妻の姉とその場に居合わせた孫2人を包丁で刺し殺害。犯行後、遺体を車に運び、資材置き場に埋めた後に失踪を装うため自転車を持ち去った。川崎の妻が自身の姉に金を貸していたことが原因で夫婦関係が悪化。そして妻が病死したのは義理の姉のせいだと思い込み、犯行に及んだ。裁判で川崎は起訴内容を認め、弁護側は広汎性発達障害の影響で悪いことと分かっていても思いとどまることが困難だったと心神耗弱状態を主張した。さらに精神鑑定の結果から精神年齢が15歳程度で少年法を適用して無期懲役が妥当と訴えた。最終的に精神障害はなかったと結論付けられ、恐怖で泣き叫ぶ子供に攻撃を加えており、人間性の欠片も見出せない犯行、動機や経緯を鑑みて死刑を選択する以外にないとして求刑通り死刑判決が言い渡された。そして刑の確定から約1年11ヶ月後、川崎の刑が執行された。平野勇、生活費や遊ぶ金を得る目的で以前働いていた牧場経営者宅に侵入したが気づかれたため夫婦をナイフで刺し殺害、現金約55万円と約770万円相当の宝石などを奪った後に犯行を隠蔽するために火をつけ住宅を全焼させた。裁判で平野は盗みに入ったが殺意はなく偶然ナイフが刺さったと述べ、自白調書についても夜間の取り調べなどで過酷な状況に追い込まれたと任意性を否認した。弁護側は自白調書は真実ではなく殺害放火はしていないと住居侵入と強盗傷害罪にとどまるとして死刑回避を求めた。しかし最終的に自白調書が信用できるとした上で金銭目的の動機に酌量の余地はない、殺人の前科があることも考慮すると死刑選択はやむを得ないとして求刑通り死刑判決が言い渡された。そして刑の確定から約1年11ヶ月後、平野の刑が執行された。前上博士、自殺サイトで知り合った女性を車に乗せ両手足を縛り口と鼻を塞ぎ失神と覚醒を繰り返し殺害した。前上は窒息、白いスクールソックス、白いヘルメットに興奮する性癖を持っており、その対象は男女問わなかった。逮捕後に同様の手口で男性2人を殺害していたことを、10年以上前から路上で首絞めなどを50件以上行っていたことが判明した。裁判で前上は自分の性欲を抑えられないことに悩み自殺しようとしたが死にきれなかった、これで犯行を止められると語った。最終的に窒息に興奮する性癖を備えたことは不幸だったが身勝手な動機で酌量の余地はないなどとして死刑判決が言い渡された。この判決に対して弁護人は即日控訴したが、前上は自分にできる償いは罪を受け入れること、私は冤罪ではない、もう何もしてほしくないと弁護人に話し控訴を取り下げ刑が確定した。そして刑の確定から約2年後、前上の刑が執行された。西本翔二郎、レンタカーで寝泊まりをしながら空き巣を繰り返していた西本は、レンタカー代を稼ぐためにタクシー運転手や一人暮らしの高齢者など4人を殺害し金品を奪った。この他にも西本は10件以上の窃盗事件を起こしていたが不起訴とされている。裁判で西本は自分には死刑が適していると思う、死をもって償いたいと述べ、弁護側は父親から暴力を受けて育ったため何でも自分で解決するようになった、しかし責任を持って対処できず正当な方向に進むことなく罪を重ねたと情状酌量を求めた。さらに死刑は違憲であると主張し被害者の冥福を祈り罪を一生背負って生きていくべきと述べた。最終的に確定的殺意を持って犯行に及び財産的被害も甚大、刑事責任はあまりに重大で極刑は免れないとして死刑判決が言い渡された。そして刑の確定から約2年後、西本の刑が執行された。熊道俊、登校中の小学1年生の女の子2人が行方不明になり、その翌日雑木林で遺体となって発見された。遺体には首を絞められた形跡があったほか性的暴行の跡が確認された。警察は事件当時の車の目撃情報などから熊を容疑者としてマークするも逮捕に至る有力な情報は得られなかった。そして事件発生から約2年半後、警察が最新の DNA 鑑定を用いて熊の車内を捜査
したところ、被害者と同じ DNA 型が検出されたことと、女の子の衣服に付着していた繊維と車のシートの繊維が一致したため逮捕となった。裁判で熊は一貫して無罪を主張し、弁護側は鑑定の実施方法や結果の精度、技術水準自体にも問題があり、証拠能力はないと述べた。しかし、状況証拠はそれぞれ重要かつ特異的で、犯人であることを十分裏付けているとして死刑判決が言い渡された。この判決に対して熊は最高裁まで争うも判決が覆ることはなく、刑の確定から約2年後、再審準備中に刑が執行された。熊の妻は夫の無念を晴らすために何度も再審請求を申し立てているが、すでに刑が執行されていることや再審請求を認めると死刑制度の在り方が揺らぐなどを理由に棄却され続けていると言われている。山路幸男、16歳で母親を殺害し、その時の性的興奮が忘れられないという理由から見ず知らずの姉妹宅に侵入し強姦した後に殺害、その後現金などを奪い証拠隠滅のために現場に火を放って逃走した。山路は五都市集団に所属しており、稼ぎが悪いと罵倒され自暴自棄になり犯行に及んだ。裁判で山路は犯行時の心境について、楽しくてワクワクした、ジェットコースターに乗っているような興奮を感じた、反省しているかといえば答えはノーですと述べた。弁護側は犯行時は心神耗弱状態だった、殺害行為が許されないということが理解できず行動を制御するのが困難な状態だったなどとして無期懲役が相当と主張した。しかし最終的に殺人を欲求する特異な性格、性癖は強固とはいえ反省せずに更生の期待は難しいなどとして求刑通り死刑判決が言い渡された。そして刑の確定から約2年1ヶ月後、山路の刑が執行された。宮崎勉、当時4歳から7歳の女の子4人を誘拐し殺害、その後被害女児の骨を段ボールに詰めて被害者宅の玄関に置いたり、殺害の詳細を綴った手紙を遺族に送りつけるなどした。逮捕後宮崎はドラマでよく見るからやってみたかったと黙秘や嘘を繰り返していたが、次第にそばに置きたかった、その間は自分のものにできるからと説明し、大人の女性に相手にされないからと幼女を標的とした理由を語った。裁判で宮崎は殺意はなかったと述べ、事件全体については冷めない夢を見て怒ったというか夢を見ていたというかと述べた。そして精神鑑定が実施された結果、統合失調症や乖離性同一性障害という結果が出たが、判決では人格障害はあったが善悪を認識しそれに従って行動する能力は持っていたと判断され、求刑通り死刑判決が言い渡された。この判決に対して弁護側は慢性的な精神疾患なのは明らかと控訴を上告したが、判決が覆ることはなかった。そして刑が確定してから約2年4ヶ月後、弁護側は法務省に執行停止を求めていたが宮崎の刑が執行された。熊谷徳久、ディスコの開業資金を得る目的で中華レストラン経営者の自宅前で待ち伏せし頭を拳銃で撃ち殺害、その後経営者が持っていた売上金約44万円入りのバッグを奪った。それから約1ヶ月後渋谷駅で駅員を拳銃で撃ち重傷を負わせ、持っていた紙袋を奪い逃走した。裁判で熊谷は自分は死刑にふさわしい人間、申し訳ないと思っていると述べ、弁護側は死亡した被害者が一人の事案で死刑にするのは過去の判例からしても重すぎるなどと主張した。一審では被害者が一人だったことや重大事件の前科がないことなどが考慮され無期懲役が言い渡された。しかし控訴審になると死亡した被害者は一人だが撃たれた駅員は右足が完全に麻痺しており、結果は重大などとして死刑判決が言い渡された。その後熊谷は脱走を企てるも失敗、メガネのフレームで胸を突き刺し自ら命を絶とうとしたが失敗した。そして刑の確定から約2年6ヶ月後、熊谷の刑が執行された。川村幸成、約束手形金240万円の支払いに応じなかった経営者男性を仲間5人と共に襲撃し、全治2週間の怪我を負わせた。その後、経営者男性が逃げたため、その場にいた男性の妻とその妹を拉致し、ドラム缶に押し込み、頭からガソリンをかけた後に火をつけ焼死させた。裁判で川村は起訴内容を認め、弁護側は計画性はなく、殺害は主犯からの指示だったとして死刑回避を求めた。しか
し最終的に責任の重さはほとんど変わらないとした上で、生きたままドラム缶に押し込み焼き殺した残虐性と被害者感情などに照らすと死刑はやむを得ないとして死刑判決が言い渡された。そして刑の確定から約2年7ヶ月後、再審請求の準備中に川村の刑が執行された。川村は刑が執行される約2週間前に当時の内閣議員に手紙を送っており、自分の長男は中学生で次男も小学3年生なので彼らが大人になるまで執行されたくない、死刑囚の子供であることを理由に学校でいじめが発生していて加害者家族の苦しみを知った、執行の際の実名公表は子供たちの将来にとって重荷になるのでやめてほしいなどと訴えていた。野村哲也、川村幸成の共犯者で主犯格。裁判で野村は命で償うしかない、どんな判決でも控訴しない、極刑でも受け入れると述べ、弁護側は被害者を焼き殺した状況が今も忘れられず苦しんでいる、そのため生きて償わせることの方が過酷な刑だと死刑回避を求めた。しかし求刑通り野村に死刑判決が言い渡されると、弁護人は控訴するよう野村を説得したが応じなかったため、弁護人権限を行使して単独で控訴したが判決が覆ることはなかった。そして刑の確定から約2年7ヶ月後、川村と同日に野村の刑が執行された。野村は刑の執行前に再審請求をしていたが、被害者遺族のことを考え取り下げており、晩年は執行まで自分に何かできることがあればと思いながら生活をしていたという。睦田真嗣、 SM クラブに勤務していた睦田は給与や待遇面でのトラブルがきっかけで店の乗っ取りを計画、兄や知人男性と共謀し店長と経営者をハンマーで殴るなどして殺害、その後暴力団に依頼し遺体をコンクリート詰めにして海に捨てさせた。それから逮捕されるまでの約8ヶ月間 SM クラブを自身で経営し1億3000万円以上の利益を出していた。裁判で睦田は金を奪うつもりはなかったと強盗殺人の一部を否認した。また被害者遺族に5000万円を渡すなどの反省を示し死刑回避を求めたが認められず死刑判決が言い渡された。そして刑の確定から約2年7ヶ月後、睦田の刑が執行された。